伊達市。伊達市は北海道胆振リ総合振興局にあるし、史跡、温泉があり、自然も豊かである。縄文時代から平安時代以来となる。伊達国重が明治政府より薄軍支配を命じられて、開拓役所と支配所を設置し、宮城県より渡り伊達市、仙台藩の分家が集団移住をしてきたことが当市の礎となっている。 北海道の自治体名は、アイヌ語が語源となっているものが多いが、本市の市名は、伊達市に由来している。同名の福島県伊達市は、伊達市の発祥の地。農業、水産業、福祉関連の仕事が、主な産業となっている。また、北海道唯一の愛生産地となっており、市内には、藍染工房がある。2005年、平成17年3月に合併エッ法に、 もとづく、市町村合併で、大滝村と合併した。世は、平成の大合併の時期であり、当初は隣接する総別町も含む一市一町一村で、合併協議会を開催していたが、2004年、平成16年12月に解散。一市一村、伊達市、大滝村で、協議会を再開しての合併であった。そのため、地域が、総別町を挟んで分かれている。 飛び地合併。旧大滝村、現、大滝区は、青森県出身の長江五郎兵が、優徳に住み着いたことが、村の始まりとなり、橋口文蔵により開拓された、1950年、昭和25年までは、特春別村、と、九春別という前であった。林業、キノコ栽培、観光業が、主な産業となっている。沿岸部は、内浦湾。 噴火湾に面しており、道内では比較的温暖な気候となっている。積雪も少なく、北の湘南と呼ばれているが、内陸部の大田地区は特別豪雪地帯であり、1月の平均気温が低く、摂氏7.6度と地域差が大きくなっている。旧伊達市域と旧大田基村域、大田地区は飛び地になっており、大田地区の面積のみで、旧伊達市の面積を上回る。 地域の一部は、四骨東野国立公園となっており、地域のすべてが、東野湖臼山、ジオパーク、日本ジオパーク、世界ジオパーク認定になっている。臼山は、日本の地質百選に選ばれている。2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、人口零人の消滅集落となっている。伊達市の遠隔、伊達の歩み参照。 ふるさと姉妹都市歴史友好都市姉妹都市市民、交流宣言都市友好都市、役所。日本国内初となる住民による環境権訴訟、伊達火力発電所建設差し止め請求訴訟、伊達環境権訴訟や日本国内の市としては初のゴミ収集有料化を実施したことなどから環境への取り組みに積極的かつ優れている市として知られている。 だてし環境基本条例に基づくだてし環境市民会議では、公募者を全員採用した市民参加型の地方行政モデル。また、高齢者や障害者を積極的に受け入れて、新しい福祉の考え方を模索、実践している。2005年、平成17年、小泉内閣の推進する構造改革の一環である民間都市再生事業計画認定制度の都市再モデルとして、 高齢者安心生活まちづくり、ウェルシーランド構想が紹介された。2007年、平成19年、地域づくり総務大臣表彰受賞。環境への取り組み事例、企業進出ラテウェルシーランド構想の主な事業。伊達市議会参照、議員定数委員会、国の機関道の機関裁判所独立行政法人、特殊法人等。 スポーツ施設警察消防病院、福祉施設電力、報道機関、ケーブルテレビコミュニティ放送、認可保育所認可外保育所、伊達市の産業別就業者数は、平成22年国勢調査によると第1次産業の割合が10.6%、第2次産業の割合が18.9%、第3次産業の割合が70.5%になっており、 第一次産業の比率が比較的高くなっている。伊達市では市内で産出される食資源を地域おこしに結びつける伊達ウェルシーフード構想を策定しており、農業、水産業、畜産業のみならず、加工業、小売業、飲食業の事業者や消費者である市民が一体となり、地域ブランドの確立や地産地消の推進など、食に関わる取り組みを行っている。 農業は稲作や畑作に干渉用の草花を栽培する、牡蠣を加えた、甲種部門と、落農に肉牛、豚、鳥などの飼育、生産を合わせた、落農畜産部門に大きく分けることができる。伊達地域において、温暖な気候のもとで野菜を生産しており、札幌などの主要市場へ出荷している。大田区では、山岳丘陵地の畜産と、 わずかな平坦地において根菜などの寒冷地作物の栽培が中心になっている。また近年はアロニアの栽培にも取り組んでいる。林業は干ばつで不要になった木材、カラマツを原料とした木質ペレットの生産を行っている。水産業は内浦湾、噴火湾養殖漁業の養所としてホタテ貝などの貝類を主体とした養殖業が盛んであるほか、 酒、マスフカ場を設置して、酒の安定的な回帰を図っている。また、北海道栽培漁業振興公社伊達事業所では、松川の種苗を放流している。商業は、網代町や市役所通りを中心に、商店街を形成しているほか、国道37号沿いを中心に、路面店がある。工業団地は、松が枝地区中小企業団地と、伊達町は工業団地がある。 観光は、伊達地域には、薄善工事や、秘石北黄金海塚公園などの歴史探照地があるほか、伊達市観光物産館、道の駅立て、歴史の森は、農産物など、地場産品の販売や、観光情報を発信する拠点になっている。大滝区は、国民保養温泉地、北湯沢温泉をはじめ、ホロホロ山自然休養林や、三階滝公園、三階滝があり、 変化に富んだ丘陵や森は、ノルディックウォーキングや、クロスカントリースキーのコースになっている。スーパーマーケット、かつては JR 北海道バス、現在の JR 北海道バスが市内、近郊路線を運行しており、伊達自動車営業所があった。1996年、平成8年に撤退し、全便を道南バスに移管した。 小型車初乗り運賃は550円。中型車初乗り運賃は570円。距離制。伊達市内の指定文化財参照。国指定同指定指指定温泉レクリエーションゴルフ場。50温順市民検証。しか。市民温度。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。